今日ご紹介する簡単レシピは今が旬の梨の果物とキュウリを使った生ハムユッケご紹介します。とっても美味しい一品です。今回2人分のレシピのご紹介になります。梨を2分の1個使用します。皮を剥いて芯を取り除き千切りにカットしていきます。キュウリを1本使用します。3等分にカットした後千切りにカットしていきます。生ハムを80g 使用します。細切りにカットしていきます。次にボウルの中にカットをしたキュウリと梨、生ハムすべて入れて、この中にごま油大さじ2、お塩小さじ4分の1、コチュジャン小さじ2を加えてよく混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせた後、最後の仕上げに白の煎りごま大さじ1杯加えてさらに混ぜ合わせ、完成になります。盛り付けます。コンプリートルクスデリシャース。とっても美味しそうに出来上がりました。シャキシャキした食感がやみつきになってしまう美味しい一品です。お酒のおつまみにもぴったり合います。今が旬の梨のフルーツ